先ほど椎名さんと会ったのは別の国を目指している私でして。うん、何、うんうん、いっぱいなんかいっぱいいんの？いっぱいいた上でしかも意識を共有してる。怖っ、結論から申しますと、実は私、この世界にたくさんいましてね。怖いですね。いっぱい分裂しちゃう。ポコ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 。ルークルーク。私は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 ルート。え、お前ルートなの？ルート。ルートもいるのみたいな。そんな感じでしょ。そうやな、自分の記憶をなんか設定がなんだかんだ言われてな、お前はそうじゃないんだみたいなことめちゃめちゃ言われてましたもんね。なんで押し潰されそう。そこに変なおるしな。あいつ人食ってたしな。あチコちゃんだやっぱ。おいボイちゃんやろう。ボイちゃんやろう。とうとう喋り出しやがったなこの野郎。ねえ。バグ？あなたが喋ったの？お前が喋ったんか？喋った。わからないのは嫌だよ。知りたいに決まってる。だって自分のことだもん。そうやな。ここにいるよ。テルマやな、テルマ。テルマ発言出ましたね。青山テルマ。怖いよ、隣のこいつ、お前が怖いね、なんか怖いよ、動いてるし、なんか怖い。私が私でなくなるみたい。設定って何？私の記憶は作り物なの？私本当に生きてるの？この世に存在してるの？存在してるに決まってんだろ、二宮シーナ。あ、聞こえた。聞こえたし、ここでモズベさんついに、ついに名前が。名字が。ね。ニノやで。ニノ。ニノ。ニノのミヤですよ。ね、ニノのミヤ。ニノですね。二宮シーナ。二宮シーナやったんや。お、思い出した？ビズナシ、思い出した。早い。私記憶がねえ、戻ったんだよ。タク、心配させやがって。お前、無事なんだな。無事なのかな、さなんか、この前の展開でだって、ほぼ全裸で戦ってましたからね。あられもない姿やったで。わかったです。すごく会いたかったです。もうめっちゃ記憶戻ってんな。俺もだ。ちょっとなんかこう、若干イチャイチャめいた感じがしてきましたね。なんですか？そうですね。ちょっともうイチャイチャ作ってたのかな。もうあんまりイチャイチャするようならバグに食わせるね、それこそ。バグ。あの水増した。私今どこにいるんでしょうか。やっと説明してもらえるわ。ね。目を覚まして。覚まして、あれ新たになったわ。あれこうオープニングの部屋ですね。引きこもりの部屋って言ってた、ね、モズベの部屋に似ていると言っていた部屋ですね。なんかめっちゃぶっといゲーミング PC あるわ。いやでもあれやな、いっぱいやっぱ付箋貼ってるからなんかこう SE チックな感じがするね。ね、左奥のさ、言ってたもんな、この付箋いっぱい貼ってるの何なんだろう。
地図にいっぱい付箋貼ってますね。あれなんか殺人事件が起こった現場が貼ってるんじゃないですか。よくあるよね。今何時だ。深夜27時か。27時。3時。3時。深夜3時ですね。持ち帰ってきた仕事をやってて寝落ちなんていつぶりだ。え、ちょっと待って、ここまで新たな夢落ちってこと？ん？ってことなのかな。あれ、夢落ちからの夢落ちなの？夢落ちコンボなの？夢落ちコンボ炸裂なの？どうなってるんだろうね。シーナがいなくなってからそろそろ1年か。あ、やっぱ1年いないんや。そうだな。あとワールズオデッセイのプロジェクトが終了してからも1年だ。ということはやね、ワールズオデッセイという MMO なのか MO なのかわからないけど、そのオンラインゲームのアルファ版まで開発が進んだところでプロジェクトが終了したみたいな感じなのかな、うん、じゃあちゃんとサービスとしては始まってなかったの？多分そういうことやわな。ねえ、新しい子来たよ。なんやなんやなんや、どういうこと？うわ、エロ、何これ。何何何何出したの？サンプルできたよ、あらた。注文通りでしょ。ヒロインのおっぱいマウスパッド。おっぱいマウスパッドやって。うわ、こんなノベルティ作るとか引くわ。いや、ノベルティでおっぱいマウスパッドええやないか。いや、まあすごいな。ターゲット考えると刺さるのか。もう刺さる刺さる。あなたの注文通りに書いたんだけど、どうだろうね。ストレーターか。しいてもう少しおっぱいあったかな。何なの？何？こいつの名前はリディア・ノーラン。エニグマのチーフキャラクターデザイナーで、外国人とは思えないほど日本語が達者だ。日常会話を軽くマスターした上に、趣味の延長でネットスラングやサブカル用語まで詳しくなったらしい。趣味に対する情熱がプラスに働く典型例ではある。というか、お前ちょっと黙れ。新たな注文で？まさかあんた新企画のヒロインのイメージシーナをモデルにしてたの？うん。それはだな。あら、ちょっと痛いですね、それは。胸のサイズまで追いかけるさすがにドン引きだわ。そうか、本当の今、本当にドン引き中ですね。やれやれ、今日も散々な目にあったな。メロン蒸しパンうまい。お、メールが来てるな。はいはい、スパムスパム。大体スパムですからね。差出人はワールズオデッセイ運営事務局。お、どういうこと？終わったはずのゲームだ。件名は新着メッセージが届いています。プレビューをオフにしているのでメールの中身は見えないが、添付ファイルが付属しているようだ。気持ち悪いな。ウイルスかもしれないし、うっかり開けないよな。運営事務局を名乗ってうちに送ってくるとはな。誰かのいたずらか。アドレスはどうなってんだ。まあ、いたずらにしてもちょっとタチが悪いやつやな。怖いね。マウスのカーソルを差出人名に合わせる。ポップアップ表示された送信元のメールアドレスはというと、@wod.com。 シーナ、シーナだ。嘘だろ。それは失踪した二宮シーナがワールズオデッセイのテストアカウントに使っていたアドレスだった。途方に暮れた俺はすでに稼働休止から1年が経つワールズオデッセイの開発サーバーへアクセスしていた。なるほど、おいおい、マジかよ。そういう流れだったのか。
ねえ、サーバー停止。なるほどね。データは全部削除されたはずなのに、なんで動いてんだよ。ワールゾーです。何がどうなってるんだ。序章クリアです。お。あ、気づいた。そっか。私、王宮を脱出した後、疲れて寝ちゃったんだ。すみません、水無さん。私、寝ちゃってて。あれ？水無さん？返事がない。ということは、ログアウトしてまだ戻ってきてないのかな。まあだからあれよね、シーナ自体はこのゲームに一番詳しいわけやな。つまりな、記憶が戻ったということは、そうだよね、全部わかってるやな、ゲームのこととかな。どこまででも思い出してんだろう。なになになにそれ、なにそいつ、なにこのクマ、なにアバターなの。ねえ、びっくりした。ああ、それって僕はエニグマくんだよ。エニグマくん、へったくそななりきりしやがって、うん、その声、もしかして水無しさんですか。お、俺だ。これ覚えてるか。俺たちの会社エニグマのマスコットキャラだ。クマやからな、エニグマのなるほどね、クマなんですね。もちろん覚えてます。私その子が大好きで。ああ、でもどうして急にアバターを用意したんですか。いつまでも声だけってのは話しづらいからな。ちゃんと見えた方がいいだろ。なるほど。それにこいつは本来ルールを守らないプレイヤーを取り締まるために運営が使う GM アバターだ。出た GM、ここがどこだかわかりますか。おなじみの、おなじみのやつや。もう監獄さんですね。お前のサポートをするためにはバグだらけになっちまったここの状況を調べながら修正していかなきゃならないからな。で、現実にあるお前の体についてだが、ここ VR の世界に入り込んできてるってことやろな。どうした？顔が赤いぞ。体って言わないでください。なんか響きがやらしいです。水無さんのエッジ。いや何言ってるの。お前が普段どういうことを考えてるか今ので分かったからな。もはあ、体は体だろうが。そうやろ。それ以外の言い方があんのかよ。そういう時は女体って言いますから。そういう時は女体って言います。時でも水無し新さんもいましたもんね。そうやねんな、あの時いたから。そこ不思議だよね。このゲームのオープニングで見たあのシーンは未来予知的な挟み方なのか、回想、うん、シーンとかではなかったっぽいですもんね。なんかね、ね、新さんがこんなにわけわからん感じになってるところを見ると。私、うん、実はまだ今の現実を半分くらいしか信じられないんです。うん、水無しさんと一緒にこの世界を作った時の記憶もちゃんと頭の中にあるのに、うん、それと同じくらいの濃さでここでの記憶も存在してるんです。夢状態ですね、本当にね、うん、それはアリスコードエンジンの人工知能制御機能が作用しているかもしれない。もうやばいな、アリスコードシステムがやばすぎねえか。それは大丈夫なの？入ってる状態の記憶をめちゃめちゃ書き換えるって、トータルリコールみたいな感じやな、シュワちゃんの映画の。あれも夢を見てるような中でその記憶を書き換えてみたいな感じのシーンとかありましたもん、ね、あんな感じなのか。あれに近いのかもしれないな。というかお前なんでさっきから俺を抱きしめてんの。え、抱きしめてんの。抱きしめてたんかいな。だって可愛いから。かわっ
前な。ん？アバターは可愛いやん。あ、違いますよ。エニグマくんが可愛いのであって水無さんじゃないです。全否定。可愛い。全否定です。水無さんは可愛くないんです。可哀想だよ、なんか。否定のしすぎ。否定のしすぎです。でも、どうやってこの世界から抜け出せばいいんですか？ログアウトできないんですよ。ねえ、できないんだよ。どうする？あれはどうだ？エンディングログアウト。エンディングログアウト？クリアしたらいいってこと？あ、なるほどね。それです。それがありました。なるほど、うまい設定やな。 MMORPG ながらも、明確なエンディングがあるのがワールズオデッセイの素敵な特徴ですからね。見たけど、あれ、誰？可愛い、めっちゃ可愛い。で、やっぱこの子も、この子もちょっとバグってるし、横になんかな、虫みたいのもいますね。うん、いますね。王は無事でしたか？いや、もう王が一番クレイジーでしたね。王様には王の間でお会いしました、うん、ですがカーテン越しだったのでお姿は拝見できませんでした。ただなんだか様子がおかしかったんです。どんな風に？正気を失ってるというか、近くにいた衛兵さんたちも同じような状態で、うん、そうね、理解できない言葉を叫んで、うんうん、私に襲いかかってきました。ずっと同じこと言ってたもんね。え？またまた AB が。え？めっちゃ怖い。おや、君は椎名さんじゃありませんか。ここで会えるとは奇遇ですね。もう途端にお前が怪しく見えるわ。そう、だって唯一バグってないんだもん、このネズミか。ネズミさん出てきた、うん、キャラの中で普通に立ち絵として綺麗な人、この人ですよね。そうなの。怪しいぞこいつは。行商人のルークさん、どうしてここに？シーナ覚えてるのかな、ルークのことな、 NPC として、うん、なんだ、来るなら一緒に来ればよかったのに。水臭いですね。そういうわけでもないのですよ。ん？先ほど椎名さんと会ったのは別の国を目指している私でして。うんうんうん。なんかいっぱいの？いっぱいいた上でしかも意識を共有してる。怖。結論から申しますと、実は私すごい怖いじゃん。怖いですね。何なの？もともとそういう設定だったのか、バグによってそうなっちゃったのか。よくわからんけど、なんかスパイダーバースみたいなことでしょ。怖いね。うん、いっぱいいるんでしょ、ルークが。この世に。ねえ。え？たくさんって。え？どういうことですか？怖いな。もともとは一人なんですよ、けれどこのベントマを受けてからおかしくなってしまいました。そういうことだったね。やっぱ敵のスタンド攻撃を受けてしまいましたね、うん、みたいなことないよ。ベントマだな。おい、いっぱい分裂しちゃう。ポコ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 。ルークルーク、私は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 ルート。え、お前ルートルートルートもいるのみたいな、そんな感じでしょ。うん、まあまあそう、おるんだろうね。ルークさんも大変やな。ほんとだ、ルークさんの腕にも黒いあざがありますね。まったく、不思議な呪いもあったものです。ああ、呪いなんだね。うん、ベントマやからな。少々気持ちの悪い話ではありますが、すべての私は意識が共有されているので。やはり、共有されてる。意識が共有されてるわ。めちゃめちゃ怖いな。共有されるわ。それは、意識が共有されてる、増殖した
キャラクターっていうのになったことがないからわかんないけど、例えば一人が美味しいご飯を食べたら、あ、みんな、あ、うん、美味しいご飯食べてるわ、美味しいな、美味しいなってなったりとか、一人がおしこしたい、おしこしたいってなったら、その100人いるルークがみんな、おしこしたい、おしこしたいって言って、全員が同時におしこするのか、ちょっと気になるよね。どこまでの意識の共有なんでしょう、ね、そこはないんじゃないかな、うん、ないかな。増殖バグのせい、その通りだ。お、来た来た来た、アルトさん帰ってきた。なんですのこのクマ、突然現れて。フラグを管理するコードがイカれて、世界を回っていくはずの行商キャラが制限なく各地に増殖してるようだな。私でも使える武器はありませんか。武器が欲しいかな。武器、リリーさんが使える武器ですか。キラーピアス、キラーピアスで2回攻撃。まさか、なんだろう、スピア系かな。されるおつもりですか。それはあまりにも危険な気もしますが。すでに覚悟はできています。たとえこの身が傷つこうとも恐れはしません。すごいやる気がすごいな。私はシーナさんのお荷物になるためについてきたのではありませんから。覚悟がすごい。そうですね。これならいかがでしょう。あまり腕力がなくても戦えますよ。何？なんて立派な弓。お、弓。なのにこんなにも軽い。ありがとうございます。これなら私でも扱えそうです。おいくらですか？いえいえ、とんでもない。彼女様からお代などいただけませんよ。どうぞお納めください。いいえ、ここはきちんと対価を払って真面目さないと。すごい真面目。もうモズベさんだったら絶対あれやで、ああありがとうございます、使いますって言うで。モズベさん、モズベさんってハイニーがなんかあげてもね、ありがとうございますって言ったらあるから、その後も何の感謝もない、あれですって、ちなみにお前のその足についてんのも多分バグなんだよな。このブラブラですか、見た感じこのブラブラもバグによる変化っぽいですよね。あのな、シナ、あんまブラブラ言うな。やっぱ男子はやっぱりその下半身になんかブラブラするものがついてるって言われたら、もう一つしかないから心当たりは。ちょっとやっぱ意識しちゃうのかな。何か変ですか。いいからやめとけ。ブラブラはやめて。わかりました。その後街を見て回ってみると、私たちと同じようにエントマが外に飛び出した者たちを何人か見かけましたが、エントマを従えられず、次々と食べられていきました。あら、制御できた人とできなかった人がいるんだ。エントマが出てくるまでっていうのは、発生してんのや、いろんな人に。そういえば、シーナに取り付いてるこいつも、最初はシーナを食おうとしてたな。外に出ても出なくても人を食い殺す。まるで殺人ウイルスだな。そうな。リリー、話してくれてありがとな。辛いことまで思い出させて悪かった。いいえ、今はどんなことでも情報を共有して、共に立ち向かう術を考えなければならない時ですから。お二人に会えて、私はとても幸運です。けんなげだね。平和だね。バグーン。あ、そうだ。あなたたちの名前はバグーンね。バグーンに決まりました。は？バグーン。クマさん、これからこの子たちのことはバグーンって呼びましょう。エントマって可愛くないですし。そうやな。バグーン。なんだか赤ちゃんみたいですね。バグーンかな。でしょうでしょう。いいですよね、クマさん。イクラちゃんみたい。別に構わないが、相性をつけてやるようなもんか。
すごい、ちゃんとバグもついてますね。うまい、ついてる。わかる。どうする？ちょっと見る。進めよう。嘘。現実世界っていうとこ。お。リアルワールド。なんか撮れたよ。リアルワールドです。なんかおるくない？モンスターじゃん。シンボルエンカウントか。戦闘開始。なるほど。うん。こうしてるんです。魔法強化して魔法攻撃に連発みたいな感じです。さあ、その横っちょかな。ここからどう行く？そっちからトカゲっぽいやつにする？ここからちょっとピンボール的な感じで当ててみたいと思います。よし。もしも、あ、でもあれか。3連発じゃないから。それロックバグ出ない。あったれー。あ、行った行った行った。おー、綺麗に来ましたね。デイリート、デイリートです。さあ、今回リリーですね。リリーですね。リリーって片手がフック船長みたいになってんだね。まあ、ほんまやな。ライダーマンやんか、片手がライダーマンです。片手がライダーマン、リリー勝ちなんだよ。まさかのリリー、片手がライダーマン。さあ、これいけるかな。え、なんか大きいのいるよ。大きいの。うわ、なんか新速なんだけど。え、何？馬なのか何なのかわかんない。めちゃめちゃ当てたんだよこれ。普通にガシガシガシ。三ついるじゃん。どうですか？これガシガシガシって言ってみたいと思います。はい、お願いします。さっきのパターンでいこうか。もう一回。はい、トラリーブルムで。魔法攻撃力を上げて、でルミナス、ルミナス、魔法攻撃で2連発いきたいと思います。はい、サポートする。さあ、果たしてうまくいくのでしょうか。こんな簡単なこと。あ、なんか覚えた。ルミナス、目を吹き飛べ。ルミナス、ルミナスメテオですね。準備 OK だ。お、なに終わりよ。なに新たな、新たなあれやな。あと、私が。はい、ちょっと、何が起こるのかわかんないけど、なんか、お、なに？なに？シューティングインストール。お、シューティングインストール。なんだそれ。しますよ。顔隠れちゃった。お、シュー、お、お、あ、シューティングになった。シューティングになりましたね。まさかの TPS。ねえ。え、いろんなジャンルになるのか。それは面白いね。面白いな。よし、じゃあ、ちょっと。はい。行こうか。行こうか。トラリーブルムからルミナス、ルナミスからのルナミスネオにしよう。はい、よっしゃ、これなら勝てそう。めっちゃ強いんだ。これ飛んでくんかな。あったれー。あー、一応飛んで、おお、後ろのやつが。あと私が。これちょっといけるかな。ちょっといけるね。これでいきたいですね。うん、さあ、リリーさん。SP がもうないな。ないわ、SP が。またかたかた。ミッチンフリースと、リフスターしかいけないな。お、貫通してるよ、後ろ。おぉ、ミッチンに来ました。すごい強いな。リリーめっちゃ強いじゃん。矢がさ、後ろにもさ、貫通してたよ。普通の通常攻撃でね。めっちゃ強い。頼れる仲間が増えました。うん。モズベイさんとはえらい違いやな。